デチャニ修道院のフレスコがイコン。十字架を担ぐハリストス、コスボの中世建造物群は、コスボにあるユネスコの世界遺産の一つ。セルビア正教会の四つの教会堂や修道院が登録されている。それらは、パレオロゴスアサ、ルネサンス様式の美しい建造物であるとともに、中世の優れたフレスコ画が保存されていることなどが評価された。 コソボの正常を不安定さにより、危機遺産リストにも加えられている。なお、コソボは、世界遺産条約未定約であり、世界遺産センターでは、セルビアの世界遺産に分類されている。2004年に、世界遺産委員会は、コソボのデチャニ修道院を、登録基準の都に該当するものとして、単独で、世界遺産に登録した。世界遺産委員会は、2006年にさらに3つの、 教会建築物を加えるとともに、登録名をデチャニ修道院からコスボの中世建造物群に変更した。同時に登録基準のも満たしているとして適用基準の追加も行われた。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。以下の4件が世界遺産に登録されている。なお、和名は 中日セルビア共和国大使館による表記に、英名はユネスコ世界遺産センターによる世界遺産登録名にそれぞれ依拠している。コソボ周辺の正常不安定さによって、この遺産には潜在的な危機が付きまとっている。このため、世界遺産委員会は2006年に拡大登録するのと同時に危機にさらされている世界遺産リストにも登録した。なお、デチャニ修道院では、 2007年3月にアルバニア系過激派によって手榴弾が投げ込まれるなど実際に遺産の保全にとって障害となる事件も発生している。2007年9月20日時点でのセルビア大使館のサイトの表記は聖母リエビシャ修道院だが説明文の中では教会と表現されており修道院はごきと判断できる。また聖母の子は 正方教会の用語であるため、日本ハリストス正教会による東方教会での用語、精神状に置き換えた。ありがとうございます。